リルケが書いておりますが、現代人というものはもうドラマティックな死ができなくなってしまった。病院の一室で、一つの細胞の中の蜂が死ぬように、死んでいくと、今現代の死は病気にしろ、あるいは交通事故にしろ、何らのドラマがない、英雄的な死というものもない時代に我々生きております。それにつけて思い出しますのは、18世紀頃に書かれた「葉隠れ」という本で、武士道とは死ぬことと見つけたりというんで有名になった本ですが、この時代もやっぱり今と似ていた。もう戦国の夢は覚めて、武士は普段から 武道の鍛錬はいたしますが、なかなか生々のことでは戦場の華々しい死なんてものはなくなってしまった。その中で、王職もあれば社用族もあり、今で言えばこのアイビー族みたいなのも侍の間に出てきた時代でした。その中で葉隠れの著者は、いつでもその武士というものは一か八かの選択の時には死ぬ方を先に選ばなきゃいけないということを口を酸っぱくして説きましたけれども、著者自身は長生きして畳の上で死ぬのであります。でそういうふうに、武士でもあっても結局死ぬチャンスがつかめないで、死ということを心の中に描きながら生きていった。そういう中で、20代まで行ったのでありますが、それを考えますと、今の青年にはそれはスリルを求めることもありましょう。あるいはいつ死ぬかという恐怖もないではないでしょうが、死が生の前提になっているという緊張した状態にはない。生きるのも自分のためだけに生きることにはすぐ飽きてしまう。すると死ぬのも何かのためということが必ず出てくる。それが昔言われた大義というものです。そして大義のために死ぬということが人間の最も華々しい、あるいは英雄的な、あるいは立派な死に方だというふうに考えられている。しかし今は大義がない。これは民主主義の政治形態というものは大義なんてものいらない政治形態ですから当然なんですが、それでも心の中に自分を超える価値が認められなければ、生きていることすら無意味、ことすら無意味になるというような心理状態がないわけではない。それだけに何か、もっと名誉のある、もっと何かのためになる死に方をしたいと思いながらも、結局葉隠れの著者のように生まれてきた時代が悪くて、一生そういうことを思い暮らしながら畳の上で死ぬことになるだろうと思います。